こんにちは、志和直佳です。今日はちょっと不思議な形した牡蠣でしょ。これに黄色のお花を、黄色の花木を生けていきます。はい、これ満作、黄色いお花綺麗で、これちょっとほらこの辺絡めてます。おぴょーんとしたのこうやって引っ掛けてるだけです。さあ、これをこういう感じで入れていきますね。よ、ちょっと水切りします。よっ、よっ、よし、はい、斜めに切ってきました。で、ここギューッと溜めますね。こうした方がね、どうでしょう、強い線の感じ出たでしょ。さあ、そして、はい、もう一つの方にもこれも思い切り溜めました。こうギューッとギューッとしてね、湾曲したラインが出てるでしょ。これは私が作りましたよ。で、これもこの辺こうやって絡めていくって感じ。さあ、そしてね、もう一本、これはこう入れようかね。たらここを思いっきり折りだめしちゃいましたね。キュンってなってるでしょ。これでこう入れて、よいしょ、ここにこう、どうです、大きな空間ギュッとできてきたでしょ。さあ、そしてこれで、ね、どうだろう、こういうライン、こう入れるか、それともこう入れるかね、ちょっと悩みますね。というかね、これ見て、枝太いからちょっと考えて切らなくちゃいけないかな。よいしょ、入れるとしても、思いっきりほら裂いてね、細くしないとここ絶対入んないから、こういう感じで入れてみましょうか。はい、思いっきり裂いてここ細くしましたね。そして溜めます、ギューって溜めます。よし、はい、で、これを、あ、まだもうちょっと溜めないとダメか、待ってね。もっと細くしないと入んないんだ。よいしょ、はい、これで、ちょうどこういう感じのラインができましたね。さあ、そしてやっぱり黄色のお花って言ったらバンダラン入れたいですよね。で、ちょうどほら見て、このバンダランギューンって曲がってますよね。この曲がってるのをうまくここにこう沿うような感じにして、ギュッと入れるとどうだろうね。ちょっとここなんか入れたいな。こういうのがまだなんかちょっと、でもモシャモシャしすぎてるかな。まあ、でもこうかな、こうかな、どうだろう、こういう感じで、うん、ここにこうちょっと入れたい。これでどうでしょう、黄色のラインが綺麗に見えてるといいんですけど、うん、今日のイメージとしてはもう黄色のお花をどう生かすか、これだけです。あの、お気づきの方もいらっしゃると思うんです。この辺ハサミでざっくり切っておりますね。あと
次の動画まで、次の完成図に行くまでにまだちょっとハサミ入れたいと思います。はい、どうでしょうか。バンダランをね、後ろ側に1本入れました。それと、そうね、うん、多分これアップになったらお気づきでしょうけど、万作の黄色い花の量やっぱり減しましたね。あの最初の画像と見てくれたら分かると思うんですけど、やっぱり重いかなと思って、あのハサミだと危ないからちょっと手でパラパラっと濃いなって思うところのお花落としたんですよ。あ、でもね、ほら、このバンダランと万作の黄色って本当に相性良しだなって思います。どうです。春ってね、黄色のお花すごく多いじゃないですか。万作でしょ、三秋でしょ、それからミモザね。うん、これから当分黄色いお花ばっかりちょっと生けていってみようかなって思ってます。さ、いろんな角度から撮ってます。はいね、綺麗だね、このバンダランと、ほんとこの黄色の取り合わせ。うんね、ピンクの背景だと、このなんていうの、この黄色がね、バーンってこう強く見えない。色彩ってすごく不思議ですよね。背景色だけでその作品のイメージ全然違って見えますものね。え、いろいろ考えちゃうな。はーい、ま、今日は一応これでバンダランと万作2種でいけた作品です。春の花木、春の黄色いお花をいけるでした。ありがとうございます。どうぞゆっくりご覧になっていってください。